野球イコール人生だと思ってるんですね。何が起こるかわからないのが私は野球だと思ってるんですよ。だからスポーツをやりながら子供を育てていきたいっていうこだわりはすごくあります。結局あれは心を一つにしないとやっぱできないんですよね。これが今福島に一番大事なことですよね。そういう意味ではすごくリンクするもんだと私は思ってますね。まあ、今こそこういう目標もとか夢を持ってやっていかなければならない時期なのかなと。もう本当に世界に向けたこのいわき発福島発のものを発信していきたいなと。